谷組線は、岐阜県伊比郡大野町の黒野駅から同郡、谷組村の谷組駅までを結んでいた名古屋鉄道の鉄道路線、谷組鉄道により開通した、運賃計算区分は C。本記事では、かつてこの路線を運営していた谷組鉄道についても、述べる。突起なければ、路線廃止時点のもの、すべて、普通列車のワンマン運転であった。朝の6から8時台では、 黒野駅谷組駅間で30分間隔で毎時に往復、その他は終電まで60分間隔で毎時1往復運転されていた。ただし、毎月18日と降落シーズンの特定日、配線間際には臨時列車数往復が増発され、日中も毎時に往復運転されていた。この臨時列車には車掌も乗務していた。単線のため、 30分間隔で運行するときは途中、北の畑駅で列車の行き違いを行っていた。なお末期は、朝夕も50分間隔となり、特定日以外の北の畑駅での行き違いを行わなくなっていた。1984年のワンマン運転開始以降について記す。基本的に、伊ビ線と共通だが、伊ビ専用車両のうち、も770型。 も780型は一度も使用されなかった。当初は冷房付きのも770型、も780型も乗り入れる予定であったが、谷組線の電力は、伊比線からの受電に頼っていたため、変電所から遠くなる、末端区間での河川電圧が不足して断念したという。一方、戦前請求型車は、構造上、電圧降下した。 条件下でも運転を続行できたため、伊比線黒の井北ともども最後までこれらの形式が用いられる結果となった。地元の名刹である谷組山家本寺の巡礼客の交通の便の確保と、ネオホ地方の開発を目的として、伊比郡大野村と谷組村間の鉄道敷設が1922年5月に申請された。続いて6月に、 伊部郡大野村安八パ郡大土長官の鉄道敷設も申請した。これに賛同した稲富村出身の伊深重武は、線路予定地にある所有の土地を無償提供するなど資材を投じ、鉄道敷設計画を支援した。1923年2月に鉄道敷設免許状がカフされたが、関東大震災発生直後の不況の懸念と、 伊比川ー橋問題から高校米駅延長は断念せざるを得なかった。1924年1月谷組鉄道が設立され、本社は大野、村大技黒野に置き、社長には伊ブが就任した。また、美ノ電気軌動も出資し、同社から3名が取締役に就任した。工事は1927年の谷組山家ゴンジ11面間ゼオン。 母殺後会長に合わせるべく昼夜健康で進められ、1926年4月に全線が開業することができた。そして盛大な開通式から5ヶ月後に建設の陣頭式を取り開業に奔走していたイブカが休止するというアクシデントがあったが、同じ4月6日に北型町クロノガンを開業した身の電気軌道との直通運転を9月1日より開始した。これにより、 岐阜駅からは、市内線、中節橋駅、中節駅と歩連絡、中節駅、谷組駅と1時間半で結ぶことになった。1927年4月から5月にかけての、5階町に備え車両6両を発注し、稲富駅を新設して、交換設備を増やした。これにより多客時の3両編成20分ヘッド運転を可能にした。 5会長期間の乗客数は飛躍的に増えて積み残しが出るほどであった。ところが5会長が終わると乗客数は減少。昭和金融恐慌の時期にあたり業績は悪化、政府補助金によりかろうじて経営を維持していた。1930年には美の電気軌道が業績悪化により名古屋鉄道に合併された。 谷組鉄道は1933年に行われた、下言寺の御会長による輸送により、高成績を上げたものの、終了後はまた乗客数は減少。1935年に乗り合い自動車業を始めるものの、成績はかんばしくなかった。1936年の下言寺の御会長でも、高成績を上げたが、7月には、 名古屋鉄道の事実上の子会社となり1937年、相川清成が代表取締役に就任した。ABCDEF、地方鉄道及び軌道一覧。昭和18年4月1日現在イブ家所有の土地だけで黒野から更地近辺まで繋がったというハット AB、鉄道免許上カフ、官報1923年2月10日 AB。 企業も黒み変更。官報1924年1月9日。道ルートが1927年伊ビガワ電機に、大使免許状がカ付されたが翌年執行している。発ッ後に、大垣自動車場とされ現在の大垣大の線の一部となっている本社名古屋、日本全国諸外者役員6。第47回、地方鉄道及び軌道一覧、府、専用鉄道。 昭和10年4月1日現在、日本全国諸外者役員6、第32回、地方鉄道運輸開始、官九1926年4月13日、地方鉄道運輸開始、官九1926年4月13日、大島一郎、谷組戦争の歴史トレイル、岐阜新聞社、2005年、27ページ。 ISBN978 から48億7797万963大島一郎谷組戦争の歴史トレール岐阜新聞社2005年36から37ページ ISBN978 から48億7797万963大島一郎谷組戦争の歴史トレール岐阜新聞社2005年 50ページ。ISBN978 から48億7797万963。大島一郎、谷組戦争の歴史トレイル、岐阜新聞社2005年53ページ。ISBN978 から48億7797万963。名古屋鉄道百年史年百958ページ。 名古屋近鉄バス50年の歩み11ページ。今尾圭介。日本鉄道旅行地図帳7東海。新庁舎。2008年。53ページ。ISBN 978から4から10から79万25から8。大島一郎。谷組戦争の歴史トレール。岐阜新聞社。2005年。70ページ。 ISBN 978から48億7797万963大島一郎谷組戦争の歴史トレール岐阜新聞社2005年77ページ ISBN 978から48億7797万963大島一郎谷組戦争の歴史トレール岐阜新聞社2005年 89ページ、ISBN 978から48億7797万963。ありがとうございます。